京都市伏見区に本社を置く京セラ株式会社が4月8日、新入社員を対象に体験学習フィールドワークを行いました。これは研修の一環で、全国から集まった新入社員428人に京セラの本社がある京都を知ってもらい、京都をより良い街にするために研修の前半で学んだ京セラの技術をどのように生かせばよいかを考えてもらおうと行われました。フィールドワークは数人ずつのチームに分かれて、御所エリア、西京極エリア、長岡京エリア、宇治エリアの4つの中から1つを選び、そのエリアを歩きながら地域の課題を探っていきます。新入社員たちは京都の街を見て回り、チームのメンバーと情報や意見を交わしながら課題の解決に向けたアイディアを考えました。今回通ってきた場所としましては、車の交通量でしたり自転車の交通量っていうのがやっぱり多かったので、そういった時に歩行者の目線でしたり自転車の目線、そして運転手の目線というものを見て、歩いてきました。班の担当として子ども目線っていうのがあったんで、結構子どもの気持ちになりながらいろいろその見てきました。今こうイヤホンこう音楽聴きながら歩いてるような癖ついてる人も多いので、まあ、そういう人がこう接触してこう肩傷こう怪我したりとか、そういうことがないようにこう、 うまく事故っていうのを減らせるようにみたいなことをちょっと今考えたりしてます。やっぱりバスってそのいろんな方が使って、まあ、特に高齢者だったりとか、まあ、子どもとかが使いにくい、まあ、状況なのかなと思ったので、まあ、僕らなりに考えてその、まあ、さっき言ったようなハンズフリーとかそういうような乗り方ができるとより便利になるんじゃないかなと思ってます。歩行者 と、自転車の行き違いがちょっと難しいなという感じました。グループの中でちょっと何人か話し合って出てきたアイディアが、まあ、そのスマホを使ってそのなんか自転車が近づいてきたらそのなんかスマホが振動するみたいな、で歩行者の方にどっちに避けてくださいとかを合図というか誘導するようなものがあったら面白いなと思いました。